やるっしょ。サイヤするっしょ。教習サイヤ人ってどういうゲームだったっけ？なんか面白かったイメージあんな。いやー、面白くねえわ。面白くねえとか言ったら語弊があるけど。激震フリーザはマジで神ゲーだよ、ちなみに。ただね、戦闘がスーパーサイヤ伝説より単調なんだよな。それがちょっとね、懸念材料。ちょっとおじさん今日なんか、早く起きすぎて眠いからちょっとだけやるわ。気になってしょうがねえんだ。光のクッキー正直ちょっとうまかったわ。いけいけ。タタタタンタンタンタタタタンタンタタタタンタンタンタタタタタタタンタンタンタタタタンタンタタタタンタンタン。なんで？なぜ？嘘だろお前、やらしてくれよちょっと、教習サイヤ人。頼むぜ。あのね、あとね、俺がね、一番最初に、人生で一番最初に買ったファミコンだ、これ。レッセン人造人間。うち結構さ、親父が厳しくて、ゲームは買わねえっつって、スーパーファミコンも出てたんだけど、これ買ってやるから、おめえまだスーパーファミコンは買うんじゃねえっつって、レッセン人造人間を買ってもらった気がする。うわ、なんだこれ、重い。ってことは？きたー。これ僕6歳です、30年前です。俺教習サイヤ人やりてこれ顔かっこいいよな。あ、もうこういう状況なの。まあ、一応能力見てみるか。もう悟空、これめちゃくちゃ鍛えてるし、こいつ。BP 乾燥してんじゃねえかよ。やばっ。いや、これめちゃくちゃやってるわ、こいつ。これね、あの、フリーザとか、行く前に、このナッパとベジータ戦も、強襲サイヤ人っていうのでフォローしてんだよ、ちゃんと。強襲サイヤ人がつかん。続きなんだよ、これ。続きもんなんだよ。いや、懐かしい、マジで。やば。ご飯、クリリン、ヤムチャ、天津飯。
これね、敵倒すと BP100 とかもらえるんだけど。あったあったあった。この辺はシステム後で説明するか。お、HP 全開かな？あ、カードもらえるんだ。最初のボスで BP3000 あるからね。来た。敵と戦うために近くの小惑星に着陸することにした。するな。勝手に決めるな。お前が。まあ、そうよね。まあ、そうよね。複合攻撃、複数攻撃、全体攻撃でいこうか。これすごいゲームだよマジで。現在 BE60 に対して死神の剣80、死神の剣気候砲180、打てる技は太陽剣しかねえ。打ちますけど、ドドンパ行くか。え、何かい？行け。ナバナ。すごくないこれ。下のさ、下のドッパイ見てくれ。ナバナ動けなくなった。これさ、下のドッパイそんだけ頑張れるんだったらさ、上のドッパイもっと頑張れるよな。大抵、目がくらんでいる。そっち系。天心はその隙に身をかわした。そっち系か。これか、マジで神ゲーだよ。マジで神ゲー。あのね、この1年後にスーパーサイヤ伝説が出てるんだけど、並ぶね。というか、こっちの方が面白いと言っても過言じゃない。きたー。ご飯の Z マーは相当強いぜ。55。ファミコンでこれって相当すごいよな。クイリンが亀で知ってるかな。はい、曲もいいよね。死ね。死なねえか。この BGM 苦しくないです。安心しろ。すぐ苦しくなるから。すぐ苦しくなるから。お前強すぎだろ！なんじゃそのダメージバカ誰か。ただね、スーパーサイデンスみたいに死んだら終わりじゃねえんだよ。ちょっと待て、死ぬなよ。死んだら回復させるのダリーンだから。ちょっとずつちょっとずつ回復するんだよ。見て、敵をやっつけたらそれぞれ100の BP を獲得。戦闘力がそのまま上がるの。意味わかる？普通のゲームとかだとさ、経験値があって、でレベルが上がって、そのレベルが上がったタイミングで BP 上がるじゃん。じゃねえんだよ。そのまま吸収するんだよ。で、このね、BP、HP、BE を少し回復できるぞ。このカードは使ってもなくならないぞ。神だろ。こうやって強くしていくんだ。ナイス！1ターンにつき1回使えるから。あんま先に進みたくねえな。おい！いや、ヒツはさすがにキープしたい。オッケー。これ敵と出会わないとね、経験値上がんねえからね。4人出てこい。なんだこのピッコロ偽物みたいなやつは。いや、亀仙流で行って、ご飯はやっぱ魔なんだね。たくさんエネルギー、はぁ、あ。
これで一旦でキルできんじゃないか。いや、これはちょっと、これ、近々全クリしよう。平日の朝7時からやるわ、これ。やっぱね、みんなも、出勤の時にやっぱ見たいじゃん。出勤といえば激震フリーズじゃん。みんなを心よく俺やっぱ、ね、送り出したいから。チャウ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 。チャウ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 。おえぇ、やるね。おはスタの枠でやりてぇな。いや、強襲サイヤ人からやりてぇ。火の溜め方ね。落ち着いちゃった。落ち着いちゃった。いや、セル編もある。ちなみに、この、烈焰人造人間は、一応続編だよ。ドラゴンボール Z、1が強襲サイヤ人、2が激震フリーザ、3が烈焰人造人間。まあ、オートでいいかな。オートやり始めたらいよいよ終わりだからね。だから見てる、人形劇見てるだけだもん。これ、汚ねえ絵の人形劇見てるだけっていう。何が面白いんだって言われたら俺も、わからないと答えます。ただいいの。人形劇を見るわけよ。なんだ50ってふざけんなお前。50ってなんだ。終わってない？おい、ママご飯にあげてくれ。よし、いけ天心。この時代からオートあるのすごくないですか。いいね、信者もいるね。でもほんとすごいんだよ、まあ、確かにさ、今のゲームと比べたら古臭くてさ面白くないかもしれないけど、やばい、革命的だったんだぜ。うわー、このごついやつやばい。スワハスみたいなやつ結構強いぞ。これはね、これガチンコで勝ち込み入れに行かなきゃ。まずは左殺そう。まず確実に左落とす。うわ、こいつヒツじゃん。隠しレートあったな。テンさん死んじゃダメだよ。今はね、ナメック星に向かってる。お前反撃なんかしてくんじゃねえ。ただ天津飯の防御力の水準を見てくれ。おそらく左上が攻撃、右下が防御だと思われる。いや、これ相当食らうぞ。いえなんで天津飯が普通に生きてるんですか。そうやって聞かれたら俺はこう答える。うるせえ、ぶっ飛ばすぞ、消えろ、ぶっ飛ばされんうちにな、ってな、そう答える。あと20マスぐらいで見えない、あの左のところでしょ。出ますがな。いや、これ死んだか。もう全員攻撃したらできない。オッケー。ブルマをちゃんと活用していくと。複数攻撃。いや、金、カメハメはいくか。前カメハメだな。カメハメハ。新班が複数攻撃。倒してくんねえかな。ピコピコ人形劇。30年前のゲームで。戦闘長くないですか。一つ言っていいですか。これちなみに超今スピーディーにやってます。
これ後半のギニュー特戦隊の、ギニュー特戦隊倒すのに、リアルに1時間かかるからね。おめえらに地獄見してやるよ。このゲーム、ギニュー特戦隊、5対5で戦うんだけど、リアルに1時間かかる。マジでな。最速で1時間。ただ、めっちゃ熱いよ。めちゃくちゃ熱いよ。センズでけえ、うめえ。いかにやっぱ殺さずに行くかだよな。ここちょ回復して、ナイス。ただ BE は回復してないから、てか BE って何、これ当たり前のように BE BE って言ってるけど、みんなわかる BE、 俺知らないんだけど。あ、いやめっちゃいいじゃん。落とす。バトルエネルギーか。なるほど。謎の宇宙船と出会ったら接触しますか。はい。いや、ね、これってさ、あれだよね、アニメにもあったよね。中にいるのは子供たちばかりだ。少年、お前らフリーザーの仲間だな。いいえ。そんなこと信じられるか。うわ、なんだ。その時謎の宇宙船は小惑星とぶつかってしまった。その衝撃で壁が崩れて落ちてきた。その下には大勢の子供たちが。助けると思ったんだろうが。エネルギー、発射。壁は粉々に砕け散った。子供たちは無事だ。ありがとう。これヤムチャの偽物みてえな。助かったよ、すまなかった、疑ったりして、僕らの星はフリーザたちに奪われてしまったんだ。あんたたちもフリーザの仲間だとばかり。ところであんたたちはどこまで行くんだよ。ナメックス、それなら近道教えてやるよ。ここから7個目の場所は、実は左にも行けるんだ。でもその先には、急いでいた Z 戦士たちは少年の話を聞き終わらないうちに宇宙船を飛び出してしまった。もうヘドが出るイベント。ヘドイベント。ねえ、これさ、サイヤ伝説みたいにさ、途中で切り替えてできないんだね。絶対全員攻撃しなきゃいけないんだ。やっぱ天津飯強いとテンション上がんな。なにこれ、右の人間お人間じゃねえかお前、バカタレが。暗い。いや、早期弾打てねえの。ネイブルとかいうオリキャラ。この BP バトルポイントは戦闘力を表してる。あ、なるほどね、バトルポイントな。で、今ご飯の戦闘力が2000。なんだっけな、一面のボス。クランボだ、クランボ。クランボ、クソ強えから多分これ負けて終わりだわ。負けて、劣戦人造人間へと綺麗に移行していく。クランボ、クソ強えよな。めちゃくちゃ強えんだよ。うわ、ZZ 真犯もったいねえ。クランボの BP3200。ナッパじゃねえかよ、ほぼ。ほとんどナッパ。これから、HP150、BP3200 ぐらいのクランボって叩かなきゃいけないんだけど、むちゃくちゃ強いの。まあ、今のうちに。うわー、戦ってくれよ、頼むよ。戦ってくれねえと。ここ左行けるんだよね、確かね。ブルマで BE 回復して、こっち一回行っちゃうともう戻れないんだっけ。うわ、でけえ。ここがそんで偽ナメック星のイベントかな。謎の惑星に接近した。降り立ちますか。はい。おお、他の星からのお客さんだ。ようこそナメック星。お飲み物はいかがですか。このイベント覚えてるかい。おかしい。ナメック星にしては近道を通ったにしてもあまりにも早すぎる。もてなしを受けますか。いいえ。
うぬ、貴様たちの記憶を調べて完璧に変装したはずなのに。俺たちは偉大なるフリーザ様の配下の者だ。この近くの惑星を侵略するために来たのだが、宇宙船が壊れてこの星に付着したのだ。お前たちの宇宙船をもらっていくぞ。二人いるやつだよな。でっかいやつと戦うだろ。ふん、愚かな。俺たちフリーザ軍団の者に勝てると思ってるのか。おい、みんなやっちまえ。お前フリーなあ。相手になってやるぜ。お前たちフリーザ軍団だったんだな。左から2番目がクランボ。まあ ZZ 拡散エネルギーだな、ここは。いやー、マセンコ高え。いや、クランボ以外を削った方がいいか、これ。思わない？これでクランボ以外は絶対に死ぬ。いや、拡散エネルギーなマジ最強だぜ。うわぁ、画面でかい。これ一発でいくわ。強ご飯。 ZZ 拡散エネルギーや。これは相当いくんじゃないか。強すぎる。やべぇ、クランボ強すぎる。これ以外のやつは全員落とせんじゃないか。まあなんとかなってるな。どんぐらいいく？いやー強すぎる。何でいくんすかこれ。ダニエル？ダニエル？いや、これチャオズ一撃で殺されるぜ。マジで。いや、BE が足んなくて早期弾が撃てねえ。これはマジでやばいっす。真犯で頑張ってもらうしかねえな。 42？ しかもね、これ死んでるとね、経験値もらえねえのね。天心で、いや、天心でエネルギーなん、打てる技がねえじゃねえかよお前ら。ご飯のエネルギーなんか一番強いのか。じゃあ魔戦が打てればな。いけ、よし、これは結構食らうぞ。1段、いや、勝った。勝った。くれ、でけえ。せめて20。 OKOK。多分 HP ね、100ぐらいだと思うんだ。いや、100モタルは、150ぐらいだと思うんだ。よいしょ。うわ、熱っ！天津飯やる。え、クランボ相手にこれすごくない？俺。今だってナッパ相手に Z 戦士だけで勝ってると思うんだぞ。じゃねえよお前。ちなみに死んだ状態でもブルマ使えます。マジかよ、なんでこんなヤムチャ狙われてんの。意味わからん。これでまたヤムチャ送れるじゃねえか。いや、これ勝ったわ。え、クランボこんな簡単にやって、いいね。
ちゃんとしかもね、レベルの概念もあるんだよ。レベルだと、レベルは HP と MP がかかる。もちろん大事。そして、なぜか、クランボとかいう変なやつ倒すと、ボルンガとツチとカリン様、最強の三種の神器をもらえる。レベルの概念もあるし、BP の概念もある。素晴らしいゲームじゃない?これ、ちゃんと全クリします。一旦戻って、セーブしないでいいわ。いや、強襲サイヤ人からやりてんだよな、ほんとは。烈戦人造人間を見せてくれ。これ、俺マジで、ほんとに思い入れがあるゲーム。で、この激震フリーザでフリーザまで倒して、その後の人造人間編をね、これやってんだけど、このゲームね、東っていう概念があるの。なんか人造人間は東から来るぞとか言うんだけど、俺ほんとちっちゃい頃東がわかんなくて、一瞬積みかけた。くっそ懐かしい、ルンルンルルン、かっけえ、マジでかっけえ。死んだ仲間たちを生き返らせるためナメック星やってきた Z 戦士たち。しかしそこにはドラゴンボールを狙うフリーザ一味がいた。フリーザの手下たちを打ち破り、クローンしてドラゴンボールを集めた。その途中 かつての敵ベジータが仲間に加わった。紆余曲折ありありと。許さねえぞフリーザ。バカなやつだ。おとなしく地球に戻れば死なずに済んだのにな。HP340 しかねえんだ。竜が貝亀神、クソかっけえあれは。おい、ちょっと待って、覚えてねえ。何あの象の象って何、なんかハートとかびっくりマークとかあるんだけど。あ、なるほど。出ますよ。うわぁ、すげぇ。なにこの、おい、見えねえよ、スピーディーすぎて。見ろこの進化、おい、やば。ルールがわからん。進化しすぎてルールがわかんない、みんな。なんなんだこれ、やりてぇ。烈戦人造人間やりてぇ。これ誰、ご飯、これこれご飯だよ、多分ね。この時のご飯じゃん。こんなに髪の毛伸びてねえよ。うわぁ、西の都行くところか。流派、魔神。いやいや、経験値とか言うけどさ、あの、能力は ?HP と気しかないの?イベント解説、あ、回復関係のイベントが起こる。あーなるほどね。カード変化の関係のイベントが起こる。あ、ウーロンか。修行のイベント。マップ移動に関係するイベントが起こる。へぇー。むちゃくちゃさ、進化してるだろう。めちゃくちゃ巻き戻る。え、これさ、戦闘力はどうに書いてあるの ?HP と気しかないのかな。どこ行くんだ、聞いてなかった全然。お、言葉のスロットマシーンだ。うまく止めて海王様を笑わせるような車両完成させろ。3回チャンスがあり、多く笑わせた方がもらえる経験値が多いぞ。クマに襲われて
吹っ飛んだ。ふざけんな。電話に吹っ飛んだ。お土産にはくまったくまった。ぶっ飛ばしていいかこいつ。ぶっ飛ばされるべきだろう。父がカードを出してくるので、その星の数と同じか大きいカードを出せば1回クリア。なるほど。いや、もうこれ勝ち確やん。いや、こんな無限にあるぞ、俺。この3をいつ消費できるかだね。よし、2消費できたのでいけ。うえくぅ、あはははダメだ。カー育児だね。1200でかくない？何このクソおもろイベント。テレテン、テテテテテン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 。くっそ懐かしい。テレテン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 テン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 テレテンテレテン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 。何この右の普通の。これクソやってたわ。ちょっと早すぎて見えん。おい、ユーザーを置いてけぼりにすんじゃねえ。ほんとお前らはあれだな、0か100かの人間だな。くそ、あえねえ、ちょっと待って、これ見えてないの俺だけじゃないよね。いや、ちょっと早、これなんか俺早送りしてる、ね、俺だけ見えてないよね。俺が今日疲れてるからでしょ。早すぎるよな。はい、やば。まだ同じだし。早すぎだろ。やべえ、ご飯が死ぬ。すげえ。待てよ、戦うマニュアルで HP 回復させる。回復系で攻めよう。よーし、よし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 。こういう戦略があるからな、このゲームは。なんかたまに現れるお前誰？チャオズなんて俺操ってねえぞ。たまにチャオズ現れるんだよね。お前なんで、ね、チャオズなんで現れんの。チャオチャオ、あーいいね。戦闘力の概念がちょっとわかんないな。これおそらく西の都かなんか行くのかな。あの話聞いてなかったかわかんないけど、こうしてドラゴンボールの RPG っていうのかな、このカードを用いた RPG みたいなのは当時の子供たちを狂気乱舞させてたわけよ。みんなやってたんだから、このゲーム。ガチでな。メンバー選択の時、右にサブメンバーがいて、一定の確率でお助けキャラとして選択したら、じゃあまあその一定の確率を引きまくってたのか。いや、これはやっぱもう、教習サイヤ人から、全部投資でやりたいよね。これもう多分ジジイどもが涙流してるわ。ちょっとファミコンはね、これしか買ってきてないんだけど、ちょっとまた折を見てやります。教習サイヤ人だけつかなかったわ。つけるようにする。そして俺は今日ね、朝ね、クソ早くからね活動しててね、
ダメだ。脳みそがもう回ってない。寝ます。おやすみ。さよなら。いいね。死ね。